荒廃した世界を旅するポケモンにありがちなこと。美味しい水がかなりの貴重品。すごいシュール。悪事キングの世界冒険するポケモンは一回やってみたい。絶対プレイヤー曇らせが出まくるだろうけど、伝説の発光フローチ星。雨乞いできるポケモンがガチめに進行されてる。こういう異常かつ歪んだ進化を遂げてしまったポケモンシリーズ外装 UB パラドックス枠。高種族チムシポケが地味に増えてそう。ゴみたいな異様な進化、適応の影響。どこぞの同人芸みたいに核タイプが出てくる。砂漠に適応できて食事量も少なく空飛べるフライゴンが移動手段として重宝されている。確かにライド枠フライゴンはありそう。それで言うとガブリアスも、アニポケであったな。移動手段として両方ある場合だとフライゴンは速さは波だけど小回りが効く、ガブは速いけど小回りが効きにくくて使いどころは選ぶとかちゃんと差別化されそう。ゲイフリって水生生物を地面タイプにするの好きだし、砂漠に潜むヤゴポケモン、トンボポケモン虫地面とかエイポケモン地面飛行とか出してきそう。カビゴンとかホシガリスあたりはマジで根絶されてそう。食料不足によって種を存続できなくなっていったのもありそう。絶滅か、あるいは欲張りスハークタイプのリージョンになってそう。人の食料を奪ってボコボコにしてきそう。これスレガのフラダリにはツッコミを入れるべきなのか？ネタに見えて割とあり得る光景ではあるんだ世界線によっては。水ポケが生息域の問題で衰退してるのかな。鋼タイプ錆びついてそう。ベノムみたいな具足武者かストライクのリージョンが出てくる。マンマポケモンコロシアムポケモン XD では？あの世界観をさらにひどくしたイメージかな。オーレは治安悪いけど一応まだ人の生活や物資の流通はあるし自然や水が豊かな地域もある。ポケモン図鑑のページがガタガタ。ポケモンの分類に、食える食えない食われるの3つがありそう。ポケモンにも人にもなかなか合わない。主人との思い出の地を守り続けてるサーナイトと海藻。すなちに適応したヤンヤンマの新しい進化が出るかもしれない。マラカッチとかサボネアノクタスが大量発生してそう。EV 以外は火地面か鋼タイプに進化する。悪縁になったズルズキン。やっぱ、今日よりも明日なんじゃ。そんなこと言われたら余計にその木の実を食いたくなってきたぜ。悪タイプの大半がモヒカン。シンボルスポットでポツンと砂漠に立つウラオスの新たな型地面格闘。磁気嵐や正気、などの天候が追加される。磁気嵐は電気タイプにデメリットもメリットもある天候。正気は毒タイプ以外に継続ダメージ、毒タイプの物理攻撃は状態異常追加効果。他灰や大風などいろいろ。毎ターン固定ダメかつ草鋼は固定ダメ値が倍になる酸性雨とか、技の命中率や捕獲率が低下するスモッグとか、スモッグだと技名と被るから、バイエンにでも変更することを提案したい。あと、健康被害が出る意味でも、スリップダメージは数ターン経過で毒状態発症の特殊効果も欲しい。パワーアーマーが、ストーリーのラストで今まで冒険してきた舞台が関東地方の変わり果てた姿だとプレイヤー目線でわかり、呆然としたままエンディングに入る。新しい特殊鉱物が生まれてストライクに新たな進化先ができる。虫地面かな？そうなると手のウェポン何になるんだろう。ハサミ、斧と来て、地面っぽいウェポンはドリルかな。ドリルライナーあるし。カマキリバツドリルってなかなか想像つかんな。ハサミは一応カマキリの鎌の本来の用途で関連あるし、斧はことわざやカマキリの別名斧虫から来てることは浮かぶんだけども、災害起こりすぎてアブソルが大量発生している。大切なもの、ガスマスク、ガイガーカウンター。毒タイプと鋼タイプのポケモンが突然変異で新しいリージョンになってそう。リージョンブロロローム悪鋼。ならず者軍団が悪ドラゴンの元と影にまたがって移動してる。博士が CV 千葉茂。ポケモンを倒すと、食料が増える。巨大化して毒を撒き散らすガブリアスがいる。なんとなく剣士っていうパソコンゲームを連想したのは私だけだろうか。人型ポケモンは何かしら手に武器まってそう。普通のポケモンでも自動小銃最終戦争時の兵士の装備品やらバールや鉄パイプ廃工場からくすねたものやら持ってそう。これがキングクイーンポケモンになると本来固定して使うような機関銃やごついチェーンソーやらを持ってそう。チンパンジーがアサルトライフル持ってる動画思い出した。スマホロトムのロトムが手持ちとは別扱いみたいに。夜の明かり用のランプラーが手持ちとは別で同行してる。生産工場が破壊されてて、ボングリ技術はロステクとなり、ただのモンスターボールすら貴重品でなかなか補充できない。ミミズズとかいうウルトラ害獣、アニメでの食事量がエグすぎた。草木を建材にほぼできなくなる荒廃世界であれはあかん。アニポケのミミズズは害獣。ミミズズが発するしまくった結果追加進化えてしまうのありうるくない？下級労働者の住居は多分、地面や岩壁を雑に掘った洞窟型住居だろう。旧石器時代に逆戻りだね。落盤で死にやすそうだが誰もそんなことを気にする余裕はない。水タイプが異常に少なく、新リージョン含めた地面タイプばかり出てくる。出てきたとしてもこんな感じのリージョン株とクスとかばっかり。ムカムちゃん。
電気タイプが電気に飢えているので数が少なく、けれども人間の拠点にある発電設備をめがけて散発的に襲撃を仕掛けてくる。作中で主人公一派が大きな発電所や工場を復旧させると、即座に電気タイプ軍団による大規模な襲撃が始まる。そしてそれが一段落したと思った瞬間、今度は別の人間の集団が設備狙いで武装強盗にやってくる。錆びついた見た目になって卑怯な性格になったルカリオ悪格闘。熱で体が溶けてる感じになって戦闘強度化したドクロップ遠格闘。ポケモンと人間は怖い生き物です。ポケモンは確かに怖い生き物です。ですが、理性の歯止めが効かなくなった人間たちはポケモンよりも怖い生き物です。傷薬が1個5000円。いい傷薬が2万5000円。すごい傷薬は9万8000円。満タンの薬は非売品。回復の薬は存在すらしない。元気の粉末品種、HP1 で回復が3万円。元気のかけらで10万円。元気の塊は存在すらしない。回復リソースがとにかく貧弱かつ高価で、ポケセンはビキタンか満タンにで超高額。技、スイトルが使えて自前で回復できるリージョン謎の草のような草タイプが有能扱いされている、とか。ジメジメした毒の沼地がひたすら広がるエリアもある。拾ったアイテムは大体カビてるか錆びてる。地面タイプ、岩タイプ、鋼タイプ、草タイプは、ボールの外にいるだけで状態異常になりやすい。たまにリージョンパラセクト虫毒がうろついている。荒廃した世界でも瓦礫を食べればなんとかなる持ち前の悪事記さで数を増やし、変異種になって小ボスを務める大型ベトベトン毒地面が潜んでいそう。地面に潜り潜んで上を通った相手を丸飲みする即死ギミックに採用されてる丸ノームもいそう。消毒、タイプ炎分類特殊、威力90命中100、PP15 対象単体。尾行この技を飛行タイプのポケモンに繰り出した場合は反射される。まさにフラダリが言ってたことそのものみたいな事態が起きている。メインストーリーがどこかにある自然豊かなオアシスをライバルたちと戦いながら探すといった内容になる。ちなみに自然豊かなオアシスはパケデンのポケモンの力で生まれたもので、いろいろあって最終的には力を解放したパケデンの影響で荒廃した世界に自然が戻ってきて、その様子はマップ各地や NPC のセリフでわかる。北斗の拳劇場版みたいに見つけたオアシスが主人公が見た幻覚なのか本物なのかどちらとも取れるエンディングもいいぞ。もしくは普通だと立ち入れない場所にある秘境で、伝説とは特に関係ないとかでも美味しい。一番最初に戦うトレーナーが短パン小僧やらミニスカートやらではなくならず者暴走族。博士が CV 神谷明、お前が戦えなビジュアルしてる。回復やドーピングアイテムが希少な関係でそれらに任せてのゴリ押しやゾンビ戦法ができないシリーズになる。メニュー画面にトレーナーの水分メーターがありそう。砂漠じゃなくてビルに木が生えまくってる廃墟系の世界も見たい。どっちにしても美味しい水は貴重品。連れてるポケモンによっては大きさの関係で入れない場所とかありそう。東京ジャングルとかラストオブアスみたいな感じか。それもいいね。かつてのジムや街の名所が主ポケモンの巣になってたりする。とあるコケやツタまみれになった廃墟ビルの近くにボロボロになったネームプレートらしきものが落ちているし、近くで拾えるアイテムがアップグレードと怪しいパッチ。それ、かすれたシルフカンパニーの社名プレートか。解読するのに半日かかったぜ。てっきりサザンクロスになってるものかと。体重制限のある廃墟とかもありそう。で、後で重量級の敵に追いかけ回されて、敵が踏み抜いて助かる。可愛のディスカバリーみたいな世界線。いかにも CV 山寺光一のおっさんバディキャラが登場する。娘を失った過去がありそう。胸に7つの傷を持つ怪力。病弱という理由で別の地方に残された額に十字の傷がついている兄のゴローニャが DLC で出てくる。〇〇はもうすでに瀕死だ。